おはよう皆さん。ちょっとね、これから出かけるんです。あのね、寒いんだよね。わかる？なんかベイマックスじゃない？こっち？分からん。こっちでいいか。もう今着てるし、可愛いでしょこのね、ハワイのさ、あるじゃんパッチ。ハワイの、ハワイ引っ越してくる前に買ったんだけどね、ずっと欲しくって、ローカルのアーティストの人が作ってるやつなの。で、彼女はこの、彼女が購入したデニムジャケットにこれを縫い付けて、で、ジャケットを売ってるのもあるんだけど、私はその彼女が選んでるジャケットがなんかちょっとタイトであんま好きじゃなかったの。これは自分で買ったやつなんだけど、で、日本に来てからお直し屋さんあるじゃん、服の、そこに持ってってこれ後ろ縫い付けてもらったの。上手に縫い付けてくれたと思わない？こういう感じ。もし気になる方はこの人のインスタグラム載せとくから、ぜひチェックしてやる。めっちゃナイスだから。なんか学校の先生だからやってんだよね。学校の先生やりつつ、なんだっけ、サイドでビジネスやってみたんだけど、ファーマーズマーケットとかですごいお店出してるから、たまに見てみるといいかもしれない。じゃあ俺は今日これからどこに行くと思う？あのね、ちょっと車の中で話そうかな、それ。いや、車の中で話そう。レッツゴー。今日のメイクどんな感じ？この間のファンデーションだよ。よくない？で、リップはこの間しなかったやつのカラー。可愛くない？グロッシアだっけ、ブランド。あれのヴィラっていうカラー。なの。OK。よし、行こう。おはようございます。今ね、出かけているんですけど、どこに向かっているでしょうか？それはですね、私初めてですね、今日着いたー。ね、みんな聞いてや、車さ、運転してやっちまったんだけど、見てここ、ぶっ壊しちゃったここ。見えます？なんかね、このさ、車につけてるやつあるじゃん、あの携帯乗せるやつ、ここのさ、この部分よね、この部分をなんか調節しようと思ったらバッゴーンいっちゃった。やばいって。ここの3つぶっ壊れたよ。俺ね、結構やっちゃってんだ車。結構やっちゃってんの。この自分の運転席の反対側削ったしさ、この間。結構やっちゃってんだよね。お父っつぁんに怒られるわマジで。OK、着いたぜ。今日何すると思う？私何すると思う？あのね、日本に来たら絶対にやろうと思ってたことの一つなんだけど、あの下のね、プライベートカートの部屋をリムーバーすることが絶対にしようと思ってた。で、それに今日1回目来ました、やっと。そう、日本の方がさ安いからさ、この下の毛リムーバルは安いから、日本来たら絶対にやろうと思ってて、もうさ、うざいじゃん、
ね、うざいからさ、それでさ、ずっとやりたかったんだよ。帰宅した。トレーナーを一つだけ買ったの。可愛くない？これ今日一目惚れしたんじゃないから。もう前回見つけてうわ可愛いみたいな。で値段がさ3,800円だったっけ。で、OK。あのユーズドの服で、まあ、高いよ。ユーズドの古着屋さんって高いよね値段。ユーズドの古着屋さんで3,800円結構するなとか思ってさ思ってさ、なんか前回はあ可愛いと思ったんだけど見逃したわけ。まあまあまあと思って、で今日行ったら同じところまたあったから、あこの子ちょっと誰にも取られたくないなとか思って買った。これさオーバーサイズでショートパンツとかと合わせると可愛くない？可愛そうじゃない？だから楽しみ。あとパン屋さんでパンを買ったの見たでしょ。これ食べる、このなんかさつまいもみたいなやつ。さっきさ私あ、めっちゃ可愛い。気づかなかった。Thank you って書いてある。あの、その車、黒ゴマラテ買ったじゃんか。これ、ラージサイズなんだけど、なんかすごく、足りない。足りないんだよ。こんにちは。帰ってきました。私はこれから、このさっきの、黒ごまラテとあとさつまいものこのパンパンを食べるの。うん、甘すぎなくていいね。まず今日のリムーバル行ったじゃん初めて。それの感想を言わせていただきますと、あのさもっとなんか私の想像で、私下の脱毛初めてだったから IVO ね、
I と V と O ね。で、それプラスお腹の下、へその穴から下みたいなところもやってる。で、ギャランドゥもやってる。で、なんか私の感想としては、なんかもっとハローみたいな感じでやるんだと思ったの。だけど全然なんか超上品で清潔感がある感じ。なんかまあそりゃそうだよね。なんかはい、足を曲げて、足を曲げて倒してくださいみたいな。でなんかさ、こうなんていうのかな、ハローみたいな感じで、こうハローみたいな感じでやるのかなと思ったら、ちょっと引っ張ります。ティッ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 、はい、少し開きますみたいな感じかな。ちょっと引っ張ります、少し開きます、ティッ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 、そんな感じだったね。で、なんか私的にはなんかもうちょっとこう奥まで行ってくれよって思ったんだけど、多分このティッT が、もう全部カバーしてるのはず。はずだから、あっちはプロだからね。で、みんな脱毛してきてるから、だから多分大丈夫なはずだから、私は心配することは何もないはずだ。ね？そういう感じでしたよ。だからまあ、よかったよ。全然。なんかさ、ちょっと気にならない？なんか、OK。はい、じゃあ、そのエステ行きました。じゃあ、下脱いでくださいってなんじゃんか。で、下脱いでさ、で、で、その後どうなるのみたいな感じでしょ。なんかね、子供の時プールの時に着替える時用に持ってたタオルあんじゃん、ああいうのをお腹に巻いて、で、なんか紙ショーツ、紙アンダーウェアみたいなのを履くので、それはさ、正直な話も気持ちだけじゃん。正直な話、気持ちだけじゃん、紙パンツなんて。だから気持ちだけのものだと思うんだけど、それを履いてのちょっとこう下ろしたりとかずらしたりとかみたいな感じだったんだけどさ、そんな感じでした。もうよかったよ、早くなくなればいいのになって。それだけ月一で行かないといけないからね、早く終わってほしいね。そうそうそう、ね、これがさ、前回見せてたけどつけなかったやつ、今日ね、つけてるのがこれなの。可愛くない？これなんだ、見えますか皆さん、この色なの。めっちゃ可愛いよな。なんかお化粧しててリップも塗ってるんだけど、くどくないみたいな。かわいくない？ヴィラカだ。OK、私さ、これから何しなきゃいけないかって、宿題しなきゃいけないの。で、まあなんか一番初めはさ、自己紹介とかから始まるみたいなんだけど、なんかね、もうすでに思ってるんだけど、それぞれの先生で全然違うじゃんか。やる内容とか教え方とかも、なんか人によっては、なんか電子もう、パソコンに入れられるとか iPad に入れられるテキストブック教科書だよねの人もいるし、こうもう目の前に買って持っているフィジカルのこの本を使う人もいるし、それぞれこう言ったものを自分で調べてっていうのを先生もいるし、だからなんか私の場合ほら、オンラインで受けてるからさ、こうカレッジの中にいて分からないことがあれば聞きに行くっていう、このさ、分かる？便利さが私にはないから、だから結構簡単なやつからスタートしないと自分で自分の首を絞めることになるじゃんか。だからね、それを今感じてます。あ、もう全部食べた俺。クロワッサンも買ってきた。ね、今ちょっと軽く
今さ軽くさあの YouTube のコメント見てるんだけど超ウケる。ネギを振り回しながら喋ってるところノールックであの冷蔵庫を足でこう閉めるところとかが好きすぎるとか言って、小松菜美味しいよねって言いながら足で冷蔵庫閉めるの好きとか言って、このコメントが受けるんだけど、どこにコメントあったか忘れたけど、かほさんのぞみさんのやる気を引き出してくれてありがとうございましたみたいなコメントが受けるんだけど、マジで受けるね。かほちゃんしっかりそこに返信してんのいいってことよみたいな感じで受けるんだけど、このコミュニティマジ面白い。すっごいみんな超ポジティブなことばっかり言ってくれて、優しすぎるんじゃないの、優しすぎるんじゃないの。このさコメント書く人たちたまにすっげえ面白い人いるよね、なんかすごいセンスのさいい書き方する人いない、そのやっぱ見てるところがやっぱりね目がいいんだよね、そういう人はね。 OK よし、そろそろちょっとさマジ宿題しようや、宿題をしようや。
Ready? Don't forget your bag, okay? Cammy, you ate one ice cream already today. Are you gonna eat one more? That's too much. Wait, can I have ice cream? When are you back home? Yes. All right, let's go.